んにちは、ドクロバの長谷川です。今日は岡山県、ここは倉敷市の和州山という山に来ています。今日休みでちょっと時間があったので、やらないといけないこともいっぱいあるんですけど、最近あんまりね、遠出の散歩とかしなかったから、ちょっといいところないかなと思って、岡山絶景で検索したら和州山がね、一番に出てきたので、絶景ランキング第1位みたいな感じで、ね、出てきたので、ワンちゃん行きそうだし、ということで、ここまで来てみました。今、駐車場なんだけど、展望台、ちょっとね、登ったところにあるみたいなので、早速そこに行ってみたいと思います。展望台登り口、こちらね。はい、こんな感じの階段になってるみたいなんで、登っていきます。多分この上が頂上になると思います。さあ、どんな景色が待ってるかな。おお、うわー、めちゃくちゃ絶景。瀬戸大橋、こりゃ絶景ランキング1位になるわ。すげえ気持ちいい。ここ向こうに見えるのが四国だね。結構かすれてるけど遠くに見える。すげえな。なんか今頂上だと思ってたところが、どうやら山頂じゃなかったみたいで、こっからさらに10分ぐらい歩くみたいです。ということでね、いいハイキングなんで行ってみようかな。頂上見つけた。めっちゃハーハー言ってるように聞こえるけど、全然そんな大した山道とかでもなく、今ね、頂上付近だけはこんな感じの土になってるけど、もうすぐそこはもうアスファルト舗装されてるから普通に歩いてこれますね。草食べないでね。はい、和州山 112.7m 踏破だね。まあ、つっても途中まで車で上がってきてるから全然歩いてないけど嬉しい。よし、いいね。で、さっきのところからちょっと歩いてきたら、見てこれ、瀬戸大橋真上から見下ろせる感じ。すごい壮大な景色。うわ、こっちからの景色もまたいいね。いや、すごい。小州峰っていうみたい。それの山頂がこっち。うわ、これはねすごいの見れるんじゃない。行ってみよう。すげえ、ボートレースやってる。見えるかな、ここ。いや、めっちゃなんていうの、場外観戦やこれね。めっちゃ爆音聞こえるもん。わあ、ちょっと行ってみたいな、今日やってるんだったら。まあ、散歩終わってからだからもうレース終わってるかもしれないけどね。はい、で、山頂来ました。なんかね、一番上にこんなこじゃれた地図みたいなのがあって、いろいろ書いてあるけど、こっち側ね、相変わらずやばい絶景。そしてなぜか岩の上に乗りたがるうちの犬たち。暑い？ちょっと歩くと暑いね。あっちがなんかね、港になってて、ちょっと観光地になってんのかな、わかんないけど。で、さっき見たボートのところがこっち側。こっちが北側だね。で、こっちが東。で、こっちが南に瀬戸大橋があって、で、あっちが港。
みたいな。でさらにこっちに行ったら鷲羽山ハイランドっていうね、なんかテーマパーク遊園地だね、あるみたいです。すげえいいとこ。はい、ということでですね、めっちゃ景色がいいからせっかくなんでね、ここでもう一本別の YouTube 動画撮ろうと思います。あれなんだっけ、ドッグキャッチ、あれの教え方もうついでにここで撮っちゃおうと思うはい、下まで降りてきました。なかなかいい散歩だったね。で下まで降りてくるとなんかね、こんなポスター見つけた。鷲羽山下水テクテクウォーキングマップ、50分とか90分とか80分とか 3.1 キロ、4.2 キロ、5.2 キロ、いろんな散歩コースがあるみたいなんで、ちょっとねせっかくだからこの街をテクテクウォーキングしてみようかなと思います。でなんかどうやらこんなクラシックなね、クラシックとアンティークが融合する喫茶店もあったみたいなんですけど、まあ、やっぱりワンちゃんいるからね、これは入れなかったまあぜひぜひワンちゃんはねいないときは皆さん来てみてください。はい、でさっきの場所からちょっと移動してきて、山下に下ってきたところですかね。で一般駐車場っていうのがねあったんで、ここにとりあえず車止めさせてもらって、でねそのすぐ横になんかかっくり鳥居が立ってる。ああまあこの神社とかっていうのはね、もう俺の中でも絶対行くスポットなんで、ちょっと行ってみたいと思います。いやーこっからの景色もめっちゃいい。いやーさっきと反対側から見る瀬戸大橋、あの山が鷲羽山だね多分。あそうだ、気持ちいいねえリアン、嬉しそうだねで神社もなかなかかっこいいね、いい感じの神社がありますよ。なんていう神社、下津井祇園神社だって。この地元のね大事にされてる神社なんだと思う。いやてかそうだろう。で神社から降りてきてちょっと街並みを散策してみようと思います。なんかねこのワッフルみたいな壁、こんなね建物が多くて、これ確かこの間宮大工さん教えてもらったんですけど、ナマコ壁っていうらしいですね。間違ってたらどうしようね、かっこいい。あ、お酒屋さん、あそういうことか。いやいいね。なんか昔下津井海鮮屋、海鮮丼屋っていうのがあるみたいで、今看板上がってたけど、海鮮って言ってもね、あの食べる海鮮じゃなくて回す船って書いて海鮮って読むみたいなんですけど、海鮮でいいのかなあれ。なんか雰囲気のある建物っぽいんで、ちょっと見に行ってみようかなと思います。でね、あっもうすげえな、これ普通のお家なのかわかんないけど、めちゃめちゃかっこいいね景観が。姫路もこういう地区があればねいいんだけど、もっとあんまりないよねこういうのね。わ、タコの刺身すげえうまそうだな。へえすげえ。いやーやっぱりね散歩って結構普段義務的になりがちだけど、そうじゃないんだよね本当は。すげえ楽しくってね、気持ちのいいものだから、散歩をねもっと楽しんでほしいなーって、そういう思いでね、ちょっと少しでもみんなが楽しい散歩になるように、こんな場所もあるよーっていうのをね伝えられるように、こういう動画を、まあ、撮って配信してるんだけど、これか
あ、これだ。昔質もつい海鮮丼や。へえ。でね、本日休暇。なんと、なんということでしょう。まあ仕方ないね。あ、こっちにカバンあるわ。あー、でも、何のお店なんだろう。ちょっとまた、誰かわかる人はコメント欄によろしくお願いします。てかそもそもみんなここまで見てくれてるかな。マジで最初の方に離脱されたら悲しいんだけど。はい、ちょっとさっきの道引き返してきたら、なんかね、市の十分指定鶴井戸亀井戸みたいな、15枚、今のわずかだからね、15メーター。本当？よし、どこ？あ、これか。あった。あ、タコが、なんかタコのイラストがぶら下がってる。共同井戸群。あ、これか。すげえ雰囲気あるね。で、こっちもあるのかな。で、こっちも井戸、なんか今は使われてなさそうだけど。あ、これが亀井戸か。すごい、かっこいいね。へー、いろいろあるもんだ。はい、ということで今日の和集山周辺のブラブラ散歩、この辺で終わりにしたいと思います。いやー、ここもすげえ。もうね、船のなんかドッグとかがあってめちゃめちゃかっこいいんだけど、本当にいい街、気持ちよかった歩いてて。またね、ぜひぜひワンちゃんとね、どっか散歩行ってみようかなって思ったら、ちょっとね、車で足を伸ばして岡山県の方とか、すげえまた面白いと思うんで、ぜひぜひ、来てみ見てはいかがかなと思います。はい、ということでね、今日の動画はこの辺で終わりにします。最後にね、この動画が良ければ高評価ボタン、そしてチャンネル登録がまだの方はぜひね、チャンネル登録の方お願いします。まだね、今時間2時半だから、もしかしたらちょっとまた移動して別の場所で動画撮るかもしれません。まあ、とりあえず今日の動画はこれで終わりにします。どうも最後までご視聴いただきありがとうございました。カメラ向いて